慶応もやや詰めていましたがっ t w ツイッターでこれ話題になっているこのシーンなんですけどあの女性がノア、no、がねあの作った展開で乱入してきたのか本当にやばいやつが入ってきたのかどっちなんだろうっていう感じだったんだけど実際、後者の方でやばい女性が入ってきただけなんだよね。だから の,あのストーリーリとは全く関係ないわけでですよでこれってプロレスだからさ、あのわかんないんだよね。最初はね、みんな、この客も、この動画見た人も、まあ、こっからなんかさ、例えばあの女性があのチャンピオンのさ、なんか愛人だったとか、そういうストーリー作ってさ、やる可能性もあるわけじゃん。だから、まあどっちなんだろうな。であとエンタメのさ、団体も多いわけじゃん。DDT とかさ、まあ、ハッスルとかまなくなっちゃったけど。であの人は ただのやばい人で入ってきちゃったんだよね。あの女性の言い分もわかるんだよね。ノアをもっと強いあのプロレス団体にしてくれやってさ、叫び訴えてるわけじゃんで。昔のさ、プロレスファンっていうのはああいう熱い人が多かったんだよね。さすがにリングの中に入ってくるまではいないけど、このヤジを飛ばすとかさ、なんか隣散らすとか、荒々しかったんだけど、今、だいぶさ、プロレス団体も丸くなってきたよね。新日本と一緒でさ、なんかアミューズメントパークみたいな。で、あの人の、 言ってることは俺正しいと思うんだよね。なぜならこのノアっていうのは三沢三ルが作ったストロングスタイルの団体なんだよね。全日本イズムというか。でも今のノアって弱いじゃん、はっきり言って全ての面でつまんねえしさ。なんか桜庭とかさ、歌心とか出た試合見たんだけどさ、もうやる気ねえじゃん。桜庭がさ、なんかあれ、道場でやるようなさ、レスリングじゃん。あれを人前で見せるもんじゃねえよって思いしさ、もうダメだよね。だから、 ああいうふうにね、言われてしまうのも、ノアに原因があるって話ですよ。ノアね、ダメだね。もう、な,なくていいんじゃないって俺はマジで思うよ。歌心桜庭がさ、使ってあんな盛り上がんないってやばいでしょって話。誰が強いかわかんないしね、うん。だからまあ、ノアしっかりすいや。まあ、プロレスね、団体全体的にしっかりしろって俺思うんだけどね。まあ、新日本もつまんねえし、結局まあ、面白い団体ってないんだよね。うん、まあ残念です。どうもありがとうございました。